俺ってば渦巻きになると。俺たち忍びはいろんな依頼を受けて任務をこなしてんだけど、今日は休日、同じ下人の仲間たちと仲良く焼肉パーティーなんだってばよ。お前たち、せっかくの親睦会なんだから少しは交流しろよ。今さら話すことなんかねえよ。ちょっとナルト、少しは野菜を食べなさいよ。なん、サスケだって肉ばっかじゃん。サスケくんはいいの。なんでだよ。この辺にコンビニあったっけ？自動販売機なら向こうにありましたけど。そっか、俺の分残しといてね。うい、はーい、わかってるってばよ。はあ、残しとかなきゃダメでしょ。へ、いなくなったカカシ先生が悪いんだってばよ。おい、タレ。はあ、どうするのよこれ。あ、なんだこれ。何やってるの。誰だ。何それ。あ、なんか入ってるぞ。千年ぶりに外へ出た。世界が俺を待っていた。さあ、私は誰でしょう。答えは1秒後。そう、私はあの有名な壺の魔人。さて、お前たちの願いを3つ叶えてやろう。どんな願いでもだ。ナルト、タレ取って。お前ら、人の話を聞け。そんな話信じらんねえもん。ちょっと目を合わせちゃダメよ。どう見ても怪しいからな。怪しくない、本当なの。俺マジ魔人なの。本当か。こら、相手にしちゃダメだって。本当の本当、魔人マジで嘘つかない。だったらここに焼肉10人前出してみろってんだ。その願い叶えよう。テケレッツのパー。え、本当の魔人だったのか。いや、それほどでもあるよ。さて、これで叶えられる願いはあと2つ。さあ、次の願いはなんだ。どうするよ。つまんないものに使うわけにはいかないわ。お金にしましょう、お金。さくらちゃん、夢がなさすぎだってばよ。現実的って言ってよね。そういうあんたは何が望みなの。そうだな。ナルト、お前は辞退しろ。は？さっき一つ使っただろ。そりゃねえだろ。さあ、次の願いはなんだ。うっせえな。ちょっと待ってろってばよ。わかった、ちょっと待とう。残りは一つ。違う、今のなしだってばよ。それは規定によりできないことになっています。なんでだよ。ここのところに書いてある魔人の使用方法の3行目をよくご覧ください。あ、本当だ。さあ、最後の願いはなんだ。このうすらトンカチ、どうしてくれるのよ。残りは一つよ、どうする。話が長くなりそうだから壺の中で待っているぞ。ああ、そうしてくれ。というわけだから、お前は諦めろ。何がというわけなんだよ。だいたいこの壺見つけたのは俺だぞ。一人で二つも使っといて何言ってんのよ。いいからあんたは引っ込んでなさい。そういうさくらちゃんはどんなお願いをするつもりなんだよ。それはもちろん有意義なお願いよ。絶対言えない。サスケ君の愛を独り占めたなんて。いただき。はあ、俺はほかげになるんだ。ナルト、待ちなさい。見た。ああ、あれが本当なら聞き捨てならないな。イヤッホー、壺は俺がもらったぜ。キバ、
抜け駆けは許しませんよ。こうしちゃいられないわ。ったくめんどくせえな。ナルト君、その壺、おとなしく渡してもらおうか。誰が渡すか。俺は火影になるんだ。そう言うと思ったぜ。行くぜ赤丸、獣人分身ガプーガー。 あいつら何やってんだ。その壺、俺に渡せ。お前もかよ。何熱くなってんだよ。らしくねえぜ。つが、お前の望みは何なんだよ。お前に説明する必要はない。カトン、応戦家の術。今度はこっちから行くぜ。やめなさい。もう何やってるのよ。二人とも何の努力もしないで望みを叶えるなんて、そんなんでいいの？それに私たち同じ班の仲間じゃないの。それなのにこんな醜い争いをするなんて。そうだよな、俺たち仲間なんだよな。あはー、このうすらトンカチ、何見え見えの手に引っかかってんだ。お前だって引っかかってただろ。マジに頼んでサスケくんの愛を独り占めよ。その壺渡してもらいましょうか。デコデコちゃん、ひなぶた、あんたの望みは何なの？もちろんあんたと同じことよ。なんですって？なんてはしたないこと考えてるの。あら、はしたないこと考えてたんだ。シノ、お前たちが望む壺はこの手にある。その壺をこっちに返しなさい。お前たちの敗因は目の前の相手に気を取られ、俺の存在を忘れたことだ。そんなに俺は影が薄いか。いい機会だ。今日は俺について話をするから、しっかりと聞いてもらおう。まず、好きな色はモスグリーン、そして好きな花はドクダミ。渡してもらいましょうか。ゲジマユ、お前は何が望みなんだ。さらなる根性、そしてさらなる情熱です。それ以上熱苦しくなってどうすんだってばよ。影分身の術、テンテン B。 力で壺を奪って、話はそれからつけるつもりだ。なるほど、効率的ね。サスケくん、私たちも。なあ、あんたもせいぜい頑張りなさいよ。お、サスケくん待って。うちの連中は何やってんのよ。さあ、壺を渡してもらいましょうか。ナルト、こっちに壺を渡しなさい。願いを叶えるのは邪魔な奴らを倒してからだ。バッカロー、もう騙されねえぞ。
このままじゃ壺は奴らのものだ。お願い、私たちを信じて。面白い。この状況で壺を他人に渡す度量が貴様にあるかな。渡せば願いを使われちゃうかもしれないわよ。さあ、その壺をこちらに渡してください。ナルト、私たちを信じて。勝手に使うなよ。よくやった、赤丸。俺の壺を返せ。赤丸、一緒に願いを決めようぜ。どこだ？あそこだ。よくやった、ヒナタ。それを俺によこせ。何言ってやがる。渡すなら仲間の俺たちだろ。俺に渡せ。あんたは引っ込んでなさいよ。どうせくだらないことに使うんでしょ。なんだと。俺は火影になるんだ。日向、何してるんだ。もう渡せ。日向、こっちこっち。いやいや、日向さん、もう渡しなさい。はい、早く日向さん。みんなが争うのは、日向、こんな壺があるから。この壺がなければ、まずい。あの子本気よ。あんたと違って純粋だからね。悪かったわね。体が影真似の術成功っと。しかまる、てめえ。みんな話を聞け。うっせうっせ。壺を独り占めになんか絶対させねえぞ。冷静になれ。みんなの願いを叶える方法が一つだけあるぞ。ね、どんな？最後の願いを無限に増やしてもらうのさ。その手があったか。さすがは IQ200。 じゃ、蓋を開けるぞ。あ、待ちくたびれたぞ。最後の願いは決まったのか？おう、決まったってばよ。では行ってみろ。最後の願いは。おい、誰か小銭を貸してくれ。あの自動販売機、釣り銭がないんだ。その願い、叶えよう。テケレッツの。わあ。うん、すまないな。どういたしまして。それでは千年後にまた会おう。あ、なんだありゃ。え、どうしたんだお前ら。